皆さんこんにちはだぜ。今回はみんなお待ちかねの。マリサー、ちょっとこれ見てよ。なんだこれ。今ゾロアーク上位の人が使ってる持ち物よ。投げんな。せっかくだから使ってみないかな。メダルも赤メダルにして、100%しましょう。これがゾロアーク。ゾロアーク使いやめるわ。いやお前が弱いだけやん。やっぱり耐久ゴリゴリマッチョマンじゃないとダメや。じゃあ今回も耐久寄りで使っていくぜ。行くぞ！ちょっと待って。お前はもう家族だ。捕まえた！残像だ。まだ俺のバトルフェーズは終了してないぜ。この俺に勝てると思うか。スタンバイスタンバイ。バー！逃げるんだよ。まだだ、まだ終わらんよ。駆逐してやる。何？あ、避けられた。
今回もゾロアークを使いました。騙し打ちをしっかり当てれば結構強いです。操作難易度はマックスだぜ。これなら辻斬りの方が扱いやすいかも。攻撃速度が辻斬りに乗るらしくて使ってみたけど、技が最後まで繋がらなくなりました。騙し打ち中に技位置を挟むと制御が難しくて一苦労しました。このチャンネルではいろんなゲームを実況していくチャンネルです。今回の動画が面白いと思った人は高評価、コメントしてってくれだぜ。気になった人はチャンネル登録してください。それじゃあ皆さん、バイバイ。